島土壌は、小イ木土壌家に属する、淡水魚である。同族には、筋島土壌など似た種類が多い。また、地域によっては、亜種があり、見分けは困難である。また、川土壌、笹土壌、砂サビ、砂目など異名、地方名が多い。日本固有種である。山口県西部、四国南西部を除く、ほぼ、日本各地の淡水域に生息している。 河川の中流域のサレキテイに多く見られる。ユスリカなどの幼虫や、糸ミミズ、デトリタスや、付着草類などを食べる。観賞用として1970から80年代には、日本のペットショップでも売られており、海外にも輸出されている。観賞魚として人気が高く、また、食用としても美味である。尾びれは丸く、体は細長い。左右に3本ずつ、 合わせて6本のヒゲを持ち、体側には円形や楕円形の黒色斑が縦に10から20程度並んでいるのが見られる。種内変異が実に多様である。また、オスの胸びれの第二ヒレ状態に一節が発達して骨質板となり顕著に伸長し、基部が楕円型で先端部がくちばし状になる形質型種と見分けるのに有効とされる。体の反問は 地域的な変異、あるいは個体差が大きく、さらに瀬戸内地方からは4倍体の個体群が知られているなど、種内変異が実に多様である。ありがとうございます。